ジリヒメ、お前にはしばし針の魂を与えた。お前は自分の運命と戦わねばならない。己に立ち、もう一度安内と戦い、他の者を目覚めさせる。目覚めさせる。そうだ。落ち安内もまた己の運命に抗いず、その結果己の運命に縛られ、その運命を呪った。しかしお前なら安内を救うことができるであろう。そしてその時お前には真の力が生まれる。真の力。そうだ、真の力だ。そのためにお前はこれから生きたる試練を超えていかねばならない。その試練に負ければ、負ければ、お前は俗語の術を解かれ、永遠の眠りにつくことになるだろう。そして安なり無限の地獄に落ちていくことになる。無限の地獄。お前たち大三島の者はある力を持っている。その力を狙って生きたの者が大三島を狙ったのだ。言っている意味がわからん。そのうちにわかる。私がお前にこだわっている理由もそこにある。魔界少女圏の者どもは未だそれに気づいておらぬようだがな。聖女様、そろそろ。そうしよう。始めるとするか。戦国時代、中国の覇者、大内義孝の大軍が最初に大三島に攻め入ったさ、大三島の総大将としてわずかな手勢で立ち向かい奮戦し、そして壮絶な討ち死にを遂げた勇士、越智安成の無二の友でもある鶴姫の二番目の兄。鶴姫、その者は安房であって安房でない。あえて術を軽くかけた。その者は安房の能力は持っておるが、魂は宿っておらぬ。今はただ戦うだけの手段。お前に課せられた試練、安房の魂を目覚めさせる。それができるままお前が敗れれば、勝負はそこで終わりだ。どうすれば兄上の魂を。それはお前が考えることだ。始めましょう。連武か。生命、我は平様なんですから、お前に指図されても仕事はせんぞ。そう固いことを言うな、連武かよ。こうしておるうちに平の転生も進んでおるのであろう。
貴様が私に力を貸すことで貴重な転生の時間が稼げる。そうは思わない。平様の邪魔は誰にもできん。そうか、転生した私の力を試してみるか。蓮舞会よ。これより連投会を始める。賢明だ。どちらかの方がつくか参ったといえばそれで終わり。これでいいか。鶴姫が安房の魂を蘇らせることができなくても終わりだ。わかった。下がる。よい。はい。Ugh!
するよ、もうよい。兄上、よく頑張った。そこまでせずともよい。戻りたくは。